静岡大学教育学部附属静岡中学校は、静岡市青区にある国立大学附属学校。静岡大学教育学部の附属中学校である3校のうちの1つ。通称、略称は、府中、不正中、政府、政中等。本校は、大半の事柄を生徒総会、議会によって決定するため、他の学校にはない機関も存在する。 なお、各係は、生徒会の下部組織として存在する。よって、公平な記事作成を厳守せねばならない、新聞委員会や、第三者的目線から活動する、特別研究委員会、各係委員、議長、そして、生徒会長などを決める選挙を管理する、選挙管理委員会は、生徒会の影響を受けない、独立機関と呼称されている。府中キャンプ、体育祭、 合唱発表会は合わせて三大行事と呼ばれる。府中キャンプ合唱発表会は学校側から提案される学校行事である。体育祭は生徒会によって行われる生徒会行事である。学校行事は基本方針が教員によって提示されることが多い。一方、生徒会行事は生徒会本部が行事案を提案し、中央委員会。 生徒総会で審議をした上で基本方針が決まる。どちらも生徒主体で作り上げられることに変わりはない。ありがとうございます。